はい、えー。今日は、ネックのところにピンポイントで当ててやっていきたいと思います。もうすでにですね、こういうペグであったり、テンションピン、これ、ちょっとわかりにくいですけど、これですね。ここについていたテンションピンを外している状態であります。まあ、あのペグ自体はシャーラータイプなので、 まあ、シャーラーというタイプのものですね。まあ、あとは、あの、いろんなものありますけれども、クルーソンっていう呼ばれるようなタイプであったりとか、まあ、いろいろとペグはあるんですけれども、まあ、この、えー、ギターについていたのは、シャーラータイプと呼ばれる、えー、ペグになります。まあ、基本的には、あの、どこ、 ま、一応ちょっとこれ番号ついてますけれども、あの、自分でつけました。えー、これであれば6弦のところについ、あの、のペグですよ、5弦のペグですよ、4弦のペグですよっていうふうに、えー、一応自分で分かりやすいようにはしてますけれども、基本的にはどこにつけても、あの、問題はないものであります。まあ、一応、できるだけ自分の、えー、中では、 元々ついてたものを極力いじらない。まあ外してますけど。はい。極力変わらない。えー、使われている、えー、パーツはそのまま使うっていうふな形で、えー、やっていきたいと思ってますので、えー、一応6弦のところについてたものであれば、6弦のところにまたつけるっていうふな形でしていきたいと思っております。まあだいぶちょっとホコリとか、ちょっとサビとかもありますんで、 わか、えー、かりますかねちょっと分かりにくいなこういうちょっと光の光当たり具合ですけれどもこういう汚れとかもありますんでそういったところも実際に取ってまたつけていきたいと思いますはいほんならあのー、じゃあネック自体はどうなのかっていうところですけれども非常にこうあのー、ねこのペグのつけてるところ自体は そんなに大きな問題はないかなと。まあ、ちょっと若干こう穴の部分に、えー、こういうところですね。ちょっと穴が、あの、雑に空いてたりはしますけれども、特にそんなに大きな問題はないかなというふうに思っています。ただ、あの、これ外しているときにすごく思ったのが、 ま、これ、あの、もう、経年的なものだったかもしれませんけれども、だいぶ、ペグ自体、緩みがありました。あの、こう、こういうように、ここですね。ちょっと見えますかね。これ、六角なんです。六角なんですけど、通常で言うと、こういうような、え専用の、ま、工具があるんですけれども、これを使って、 こう、差し込んでキュッキュュッッとと締めるとか緩めるるか緩こんな感じですね。こう、キュッキュッと。こう、合わせて入れてっていうのをするわけですけれども、まあ、今回、手で回せるくらい、もう、緩んでおりました。だから、ペグ自体も、相当、グラ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 しているような状態だったので、まあ、 ちゃんと締め直してあげる必要性はあるかなというふうに思っています。まあ、それ以外のところっていうのは特に大きな問題は、支障は出ていないかな、とは思います。はい、次にナットですけれども、だいぶ汚れが入っています。 なので、一回ここはクリーニングをして、えー、溝の状態がどうなっているかっていうところよーく見なお、見て、ちょっと溝がもうガタガタだなとかっていうようだったら、えー、これ、ナット自体を交換する必要性はあるかなっていうふうに思っております。はい。次にフレットの部分ですけれども、 まあだいぶこう、まだ、比較的、こう溝は、あ、溝ではないですね。高さ自体は残っているかな、というふうには思っております。まああの、こう手で触った感じも、よくあのー、 昔のギターとかだと、まあ、あえてそういう風なっていうのもあるんですけど、バリって言って、横のこう、こういったところ、横に出ているところですね。こう触ると、ちょっとこう刺さるというか、ちょっと痛いっていうようなものがあるんですけれども、これはそういったことは決してないので、 フレット自体は問題はなさそうかなと思います。特に浮いてるとかっていうところも、あの、極端に浮いてるとかっていうところは感じられないので、まあフレット自体は、まあ今汚れているものを、えー、コンパウンド等を使って、まあ綺麗にするっていうことで十分じゃないかなとは、えー、考えております、えー。この指板自体っていうところですけれども、 ちょっとこう、銅管の方がだいぶちょっと乾燥しているような形でありますので、後でちょっとオイルを塗ってですね。えー、まあ私はよくレモンオイルを使うんですけれども、それを使って、ちょっと保湿ケアをしてあげようかなというふうには思っております。全体的にちょっと乾燥しているかなと。 いうふうには感じております。で、えー、これはもうどうしようもないなっていうふうなのが一つあって、これ何なんだろうなとは思うんですけれども、ちょっと今のパッと見た段階でもわかるんですけど、ここが、ちょっと、なんてうんでしょう。へっこんでないですかこっち。この、こう。 こうなってますよね。ちょっとこう、スってこう、ここでへっこんでるような状態になっています。手で触るとものすごくわかりやすいんですけど、ここがすごい減ってるんですね。で、これ何なのっていうふうな状態なんですけど、色が変わってるんですよ。ここから、 ざっくりなんか削られてるような状態になっています。これは何なんだろうなーっていう。これナットまでいってるんですね。ナットまで削られてるような状態になってるので、ちょっとこう握ったところがここから変にこう落ちてしまうっていうところもあって、うーんー、まあ、ゼロフレット から1フレットの間でここはまあ押さえるってあんまりしないかなとは思うんですけどまあこうこう押さえますので極端にここで親指がこういくまあそうですねこう押さえる例えばなんかこう押さえるとかって言った時に 使うかなどうなんですかねっていう。ちょっと違和感はあるっていう。なぜここだけ削れてんのかなっていうところは正直思います、うん。上から見るとやっぱり丸っきり形がおかしいなっていう。 気はします。これはマジかというふうには思いました。はい。はい。えー、そして最後なんですけれども、一番気にしていたトラスロットの部分ですが、ここの穴の部分ですね。えー、ここに、こういう、六角ドライバーを、こう差し込んで、 カチッと合うところがありますので、まあ、今入ったんですけれども、これがちゃんとクッて回る。あのー、私さっきちょっとこれ取る前にいじりましたけれども、両方にも回るようになってますんで、まあその順ぞり方向に曲げる、えー、ものであったりとか、逆ぞり方向に曲げる、 向きであったりとていうところは、まあ、とりあえず両方とまだ余りはあるかなっていうふうには思っておりますんで、そこはすごく安心しています。はい、お疲れ様でございました。えー、今日はネックの、えー、状態について、まあ、ご紹介させていただきました。えーまあ、これからですね、当分、えー、このネックの状態っていうところを綺麗にしたりとか、えー、作り直したり、 えー、作り直す、違うな、えー、調整しなしたり、えー、っていうことに時間をかけていきたいと思いますので、えー、まあ、それを、えー、何回かに分けて、えー、ご報告していきたいと思います。はい。ということで、えー、簡単ではありますが、えー、これで今日は終わり、今回は終わりたいと思います。ありがとうございました。